こんにちは、こんばんは。はじめましての方ははじめまして。お久しぶりの方はお久しぶりです。ホビドアです。今回はこちら、ネバーグレイブ・ザ・ウィッチ&ザ・カースをプレイしていきたいと思います。っていうことでね、今作、メトロイドバニア系のローグライクな要素のある作品ということで、実は直近で公開したローグライクのまとめ動画の方だったかな。で紹介もしている作品ですね。主人公本体は帽子のようなんだけど、倒した敵の体を乗っ取ったりとかして特殊な能力を使用したりとかできるのが特徴な作品となっています。普通のアクションもあるんだけどね。また今作オンラインでのマルチプレイ、協力プレイですねができる作品なんだけど、残念ながら今回のデモ版では公開されていません。デモ版です今作失礼で、今作なんですが、実は作成をしている開発元がポケットペアさんで、最近話題にもなっている、ね、某作品の制作者様たちですね。中の別スタジオだと思うんだけどね、正確には作成してるの。さて、では早速プレイしていきたいと思います。コントローラーは例によって例のごとく PlayStation 5のコントローラーを使用しています。難易度調整も本編ではあるようですが、現在はできないかな？うん、現在はできないですね。多分、本来の正式発表版、正式発売版ではできるのかな？では、スタート。私やっていきましょう。音量は大体で調整をしてありますので、よろしくお願いします。なるほど、落ちてる。見た目というか、雰囲気的には、いわゆるあれですね。あ、なるほど。攻撃もできる。見た目とか的には、いわゆるホローナイトフォロワーな感じですね。活力のルビー。所持している数だけ最大 HP に回復増加する。ダウンから脱出すると消えてしまう。ああ、なるほど。一時的なやつですね。祝福とか魔導書っていうのがあるから永続的かな、こちらは。マップはランダム生成されるタイプってことでいいのかな。二段ジャンプはなし。よし。回避これか。右上、コントローラー使用しているのに、これかな？あ、なるほど。離脱。ちょっと待って、どれが離脱だ？これか。なるほど。攻撃で取るのと同じやつだね。この少女は体を乗っ取ってるってことか。死体なのね、本当は。カメラ動かせますね。なるほど、登れる。距離離脱。あー、なるほど。魔女の召喚。あ、できるんだ。ちょっと待って。X どれ？あ、なるほど。三角ボタンね。これコントローラーなんだけど、ジャンプ中に表示です。なるほど。こういうところね。で、三角ボタンで召喚する。OK。ここら辺はデモ版なのでしょうがないですね。コントロールの表記がコントローラーになってないよね。もしかしたら環境かもしれないけど、素材みたいなものが入手できているから、あ、下ボタンジャンプですね。あ、操作いい感じだね。ちょっと違和感あるのが、この離脱するボタンが、コントローラーで、PS のコントローラーで言うと、R1 なんだけど、これね。R1 なんだけど、R1 じゃない方がいいかもしれない。もうちょっと押しにくいボタンの方がいいかも。間違えて押しちゃいそう。で、ちなみにこのダッシュっていうか回避ボタン、これですね。が、R2 なので、こちらと間違えそうですね。作品によってはダッシュ。R1 とか L1 なので、周読み、こんな感じですね。操作が軽快でストレスがない感じなの、すごくいいですね。これ壊せないか。水の中にいても、特に何もないか。OK？ ここはこういうことだね。こっち行こう。上で拾う。OK。上ボタンなんだね。インタラクトボタン、三角なんだけど、基本。他のゲームだと。なるほど、隠し通路ありますよと。いいですね。建築に用いることができる。耐久性の高いし、遺跡からよく取れる。よし。やはりそうですね、拠点でなんかクラフトする要素がある。パルワールドの制作陣だけあって、そちら関連の建築とかね、結構好きなのかもしれないね。拠点建築でなんか強化ができるとかアイテムがアンロックされるタイプかな。永続強化なのかもしれないね。確か、紹介するときに調べていた感じだと、もしかしたらなんだけど、ほらメトロイドバニア系の要素があるじゃないですか今作って。なので永続的な2段ジャンプとかは顔は分からないけど、何か能力の拡張とかはありそうだなというふうにちょっと思ってたんですね。スピリットショットか直進するんだけど、あー MP あるんだ。クールダウンタイムもあるね。 X これか。あーなるほど、これね、こんな感じね。なるほどね。それちょっと特殊なんだけど、攻撃ジャンプしますね。わかるかな。ジャンプすると一瞬ちょっとふわって上の方に行く。何か使えそうだね。これは何かできそうな感じあるね。敵を倒すと一応コインのようなものが入手できているんだけど、コインの方はこの周回でのみ使える通貨なのか、拠点とかで何かをアンロックするのに使える永続的な通貨なのかわからないね。まだ一回死んだらまあわかるでしょ。チュートリアルか何かで死ぬだろ。通常攻撃的に当てると MP がわずかに回復する。オーケー。以上70回復する。夢の世界へ誘うほど甘さ。甘いかな。二段。そういうことだよね。メトロイドバニアってこういうのあるのすごくいいですね。壊せる壁とか隠し通路があるのはやっぱり楽しさにつながってるので重要だと思います。回避で後ろに回り攻撃ってことは無敵時間があるんだろうね。基本的にヒットすると待って、ヒットするとダメージ入るよね。じゃあ無敵時間があるとか言いつつめちゃくちゃ攻撃もらってるわけなんだが、こんな感じですね。 OK。ここがなんかありそう。ダメだ、何もない。クリムゾンレイガーディアン。どこ誰やっと。よし。あ、当たり判定あるんだ。頭だけかと思った。あ、これやられるやつだな。HP 全然減んないもん、敵。あ、この子は戻ってくるんだ。キャラクターかわいいね。あら、こんにちは。大変な目にあったようですね。いざという時、こちらのポーションをお使いください。いつでもこの教会にお立ち寄りください。赤い君にする飲むと HP を回復する。なお、HP が減っていない時は使えない。了解した。これ、どのボタン？よし。あるとかどれだかわからない。あら、こんにちは。手前にいっぱいライトみたいな、ランタンみたいなのが置かれてるんだけど、これって後でもしかして光らない？植物園学院会。ちょっと待って、なんかできないか先に見よう。デッドセルズっていうローグバニアを思い出したんだけど、遺跡一応右から行けます。そこの祭壇の付近から行けます。村に行こう。ほらほら、やっぱ光った。これアイテム入手したら光るやつだよね。そういうことみたい。先ほど言っていたデッドセルズに似たようなものがあって、入手したアイテムとかが出るんですよ。上とかにも出てるじゃないですか。入手したアイテムが表示されるんだけど、めちゃくちゃいいんですよね。それちょっと集めてる感が出てすごくいいんですよ。がれきをなんとかしなきゃいけない。がれきは任せて、こういうことだろう。で、がれきから入手したアイテムを使って一回建設しちゃうってことね。なるほどね。村を発展させるみたいなのは面白いですね。まずはガレキ。チュートリアルってことだよね、要は。素材とかは。必要な分の素材がこれで溜まってるんだろうね。すべてのガレキを撤去した。オーケー。ありがとう。ありがとう。タブメニュー画面を開き、建築タブの地形から土のブロックを分け、建築系、なんてちょっと待って待って建築タブの土のブロック、はい、これをどうしろって？土のブロックを建てよう。あ、オッケー。あ、これ俺が直接建てるんだ。はーい。これ、ここから一体私は何をどうすれば。貧相な見た目をしてる。はい。これを一体どうすればいいんだ。珍しいな。自分で本当に立てるんだ。うん。研究施設ね。よし。こちらに立ててみよう。よし。武勇剣。アンロック。ああ、なるほどね。そういうことね。なるほどね。これで魔法とかを研究する感じか。施設はすでにアンロックされ、ツールもあるみたいだね。闘争の強化ツリーが使用可能になる。完成可能な設計図あり。どこでそれはここか。闘争のモニュメント、はい。これでさらに建築が可能になった。はい。広くなってね。スキルツリーね。なるほど。ああ、やっぱりお金がかかるんだ。通常行為のダメージ 10% 増加する。強いな。これは将来的にもっと拡張されそうな気はするな。なるほどね。ああ、やっぱり素材も必要になるんだ。通常や敵にヒットした際の MP 回復量が増加、魔法攻撃、ドロップした魔法のレベルがアップ、魔法のレベルに応じて最大この特性が追加。特性あるんだ。特性あるんだね。後ろを向いている敵の通常攻撃のダメージが、あー、なるほど。これは1個アンロックした方がいいだろ、絶対後で。ダメージ量の増加、えげつねえな。所持魔法の属性値を75増える。これも強いね。通常攻撃のダメージ、活力のルビー増加。ツールの使用回数増加。なるほど。あとは設計図を見つけないと追加で作成できないのか。なるほど。遺跡へ行けとおっしゃってますね。なるほどなるほど。そうですね。強化してって強化素材集めたりとか強化とか行いつつ攻略していく感じか。遺跡以外にも、こちらの遺跡以外にもいろいろあるみたいだしね。早速これだったな。あー、これこういうタイプか。作っておくタイプ。そう、事前に配置しておくタイプだ。こんな感じ。あ、これはかっこいい。これはかっこいいですね。攻撃かっこいい。非常にかっこいいですね。一番最初に入手できたわけなんだけど、素晴らしい。あとはどのボタンでポーション使うか後で見ないとね。アルトになってるから。よし、せっかくダメージもらったし、ちょっと待って。あ、使うまで結構時間かかるタイプか。ポータルね。今使えない。あ、イヤイヤしてるの動作いいですね。主人公がイヤイヤしてるの動作がいいですね。動きがめちゃくちゃいいですね、キャラクターの。いい感じ。マップはランダム生成でいいんだよね。マップはランダム生成だろうな。時間制限付きのものがあったりするかな。絵柄はホローナイト、音楽などの形式はどちらかといえばエンダーリリーズというメトロイドバニアがあるんですが、超おすすめです。そちらをちょっと彷彿とさせるかな。現在プレイしていてちょっと気になった点を挙げるなら、今作って敵に当たり判定があるんですよ。敵の本体に当たり判定があるんですけど、その割に主人公の攻撃が結構ギリギリというか、攻撃範囲、通常攻撃の範囲が狭いので、そこが少し気になったかな。当たりやすい敵に、端的に言うとうっかり当たりやすいんですね。そこはどうなんだろうね。調整しないと少しストレスに感じてしまう可能性もあるかな。しかし普段どこどこのスタジオを褒めるっていうのはあんまりないんですが、強いて言うならやはり本作の開発陣ってちょっと思ったんですけど、無難にうまいですね、作りが。本作が初めてのメトロイドバニア系プラスローグ系だと思うんですが、いいところついてるかなというふうに思いますね。魔導書手に取る。通常攻撃3台目がヒットした際、敵にオイル不要。さらに敵に霊気不要。自分で HP が3倍。魔導書の取得時に HP が15回復する。これですよ。ランダムな祝福ですね。このタイプのローグライクでよくあるタイプのね、こういうランダム要素やっぱりあった方が面白いので、プレイごとにやっぱり違いが出るので絶対あった方がいいですね。なるほどね。たまにこういう素材が入手できるルームがあるのか。欲を言うならば、将来的にはもしかしたらもうすでにあるかもしれないんだけど、素材をお金に変換できる施設か何かがあるといいかもしれないですね。ほら、素材っていっぱい必要になるみたいなんだけど、やっていくとまあ必要なくなるじゃないですか。何かできる、そういう要素も追加すると面白いかもしれないですね。俺こんなこと言ってるけど、もしかしたらもうすでにあるかもしれないからね。あくまでそのちょっとこう頭よぎったことを言っているだけなので。おっと、危ないですね。先ほどの闘争のモニュメントなんかのスキルツリーは少し小さめに見えたけど、将来的にはもっと増えるのかな。お、浮遊剣レベル3。C ってどれ？これか。 OK って別々で覚えるんだよね。強くない？それはちょっと強いんじゃない？あ、これでいけってこと？あ、なんだ、そういうことか。OK、パッチンかっこいい。指パッチンをただ一回挟むので、連続でできるわけではないね。なるほど。同時にこう2つともの魔法を使おうとしても一応できない感じ、使えない感じだね。1個ずつになっちゃう。こんな感じ。連打しててもこうなるね。よし。魔法攻撃で敵に出血15不要。通常攻撃による MP 回復量2増加。ポーションを使用するたび受けるダメージ 10% 減少。最大で 30% 減少までスタック。エピックのやつ強いですね。魔法攻撃に出血追加は強いんじゃない？活力のルビー。素材が入手できるっていうのがすごくいいですね。こう、探索型のメトロイドバニアというか、ローグライクなメトロイドバニアの一つ問題点があって、普通のメトロイドバニアにもあるものなんだけど、探索してると周回によって無駄があるんですよ。何も得られなかったみたいなね。で、そういうのって別のメトロイドバニア RPG 要素がある作品とかだと経験値がもらえる。経験値がもらえてるから、まあ周回無駄になってないかっていう、そういう感じになるんですが、やばい、やられてしまった。無駄にならないかっていうのがあるんですが、今作なんかの場合だと、とりあえず素材は入手できてるから無駄にはならない。村で何かありそうだ。村に行こう。どうした？製造のモニュメント、よし。HP アップだな。まず間違いないだろうな。HP アップ系のやつだな。つきすぎだろ、これ。最大 HP が10増加。まあ、ですよね。知ってた。サラダみたいなものが必要だな。なんだあれ。ポーションの最大数もここか。受けるダメージアップ。よし。受けるダメージアップじゃない。ごめん。減少、減少。いろいろとやっぱり強化ができますね。まだまだでも、モニュメントで強化。あまり強化ができないね。素材が結構、あれ足りない、これ足りないっていうのがやっぱりあるかな。おそらく入手できていない素材なんかなんだけど、この遺跡以外の場所で入手できる素材なのかもしれないね。あ、なるほどね。ランダムに必ず1つは魔法が置かれてるのか。これが出が早くて実はこう使い勝手がいいんですよね。このソウルみたいなものって使ってたっけ？うろ覚えなんだが。例えば帽子で敵の体を乗っ取れるはずなんだけど、試してないな。オンライン協力プレイでは基本的に一緒にいる仲間は帽子の状態で敵を倒したり体を乗っ取ったりしていくっていう仕様のはずなんだけど、あとでちょっと試してみようか。あ、ダメージ入んない。何かそういう条件を満たす必要がありそうだな。じゃあ、お、すべての魔法攻撃出血を付与、怪人毒状態を付与する、ファイのキルを発生させる。これいいですね。これか。よし、こういう感じね。オッケー。スルーインスタンチ、自分の1が1以上倍、敵に当たるため 15% が魔法声出血値20。ここら辺の数字もランダムなんだ。オッケー。やべ。敵の攻撃が結構バカにならないよね。ポーションの度が。冷気冬か。これにしとこう。これ MP が別々なのすごくいいですね。かなり魔法使い勝手がいい。むしろ魔法使っていかないときついレベルだよね、今作。敵のダメージ量が多いので、あまり近接には頼らない方がいい感じだな。オッケー。まああるよな。オッケー。通常攻撃はむしろあれか、もう本当に MP 切れてる時に使う感じかな。結構出てる感じがあるんだけど、素材さっき見た限りだと結構400とか必要な素材の量がえげつなかった感じがあった。買うってことなんだろうな。お、天敵来た。こいつが一番危ない。さて、オッケー。でもコインは結局拠点で使うから出れば出るほど助かるね。弓矢の野郎が怖いな。オッケー。ああいうやつはできるだけ遠距離攻撃で始末しよう。危ねえからな。霊気状態付与する霧を発生させ、ポーションの最大数を2個ずつ追加。よし。ポーション切れてたから、本当は霊気のやつが何事もなければよかったんだけど。終点へ。お、もうボスもしかして。何これ。わーい。ああ、でも今はいらないですよね。ですよね。こんにちは。君はまさかこんなところで人とは出会うとは思ってもみなかったよ。そんな身軽な格好でここまで来るとは君もやり手だね。その君、ナイフの設計図をあげよう。完成したらきっと旅の役に立つと思うよ。オッケー。右の赤い扉が遺跡の国住む寮だよ。どちらの扉に入るかで終点に着いた時に得られるアイテムは違うみたい。無理に進まず探索を諦めてまた来るのもいいかもね。ああ、そうなんだ。あ、そういうことね。通常攻撃された際にオイル状態を付与。オイル状態ってことは非属性の攻撃ダメージを与えるとっていうことか。こっちで。なるほどね。素材欲しい時は左で、右は要は攻略をしたい時が右だよね。おっと、こいつ攻撃の出が早いんだよな。光った瞬間に回避でいいレベル。あ、思ったよりも動きが俊敏。オーケー。こうか。こっちの方が強いかっていうとちょっとあれなんだけど、通常の HP 以外に青い HP が出たね。ちょっと説明見なかったんだけど、もしかして別の HP 扱いになる。あ、別の HP 扱いだー。あれー、なるほどね。積極的に取った方がいいね。あ、特殊攻撃も別なんだ。なるほどなるほどね。舐めるみたいなのがあるね。素晴らしい。なるほど。妙に敵の攻撃量が高いと思ったら、つまりそういうことか。敵の攻撃力が高いわけじゃなくて、憑依とかもいろいろとあるから、このぐらい攻撃力ないとダメってことね。よし、落ちるだけではないということは分かった。よし。なめる攻撃強えな。オッケー。ただ他の攻撃使えないんですよね。で、魔女を召喚するまでにちょっと時間タイムラグがあるから、そこ気をつけないとですね。おっと、危ない。オッケー。またいぬっころいねえかな。あいつ倒すのちょっと大変なんだけどね。素材はでもバンバン出るね。デモ版だからかもしれないけど、そういう設計な気もするけどね。通常攻撃した際、特徴75、自分の順番で敵に与えるダメージ、ポーションを使用するたび受けるダメージが減少し、最大で 30% までスタック。この前のやつは 10% ずつスタックされてたね。やっぱり敵に当たり判定があるのがちょっと気になるところではあるね。悪くはないんだけど、遠くの方で扉が開いて、ここだな。合ってた。オッケー。オッケー。魔法強いねー。で、魔法を使用する必要のない敵が出てきたらバンバン通常攻撃していくって感じかな、バランス的には。よし、こっちじゃないみたいね。違うんかい。あっちだと思ったのに全然関係なかった。こんにちは。ああ、そういういらっしゃいよ来たの。はい。活力のルビーかける4、これでよし。切り替えてもいいんだけど、もうあんまり金ないからな。甘くてそこそこ。おお、いいねいいね、やっといてよかったわ。よし、あいつ魂みたいなものを集めてるからろくでもねえやつなんだろうなあ。やべえ、回復した分がパーだよ。あ、ポーション使う暇がなかった。そんなそんなボス戦までやろうと思ったのに何かありそうだですよね。おのれ、あ、設計図だろ。あ、違った、思ったのと違う。よし、こんにちは。ああ、トマトとか育てられるんだ。必要になるんだろうな。こっちで畑しろってね。ちっちゃ、思ってるのちっちゃ。はい、巻いたよ。なんか無理やり作らされてる気がしないでもないが、よかろう。水が溜まる時間がある。ああ、そういう感じ。よし、ツール上路に水を汲んだ。よし、ネットプールってこれか。あ、なるほど。なるほど。で、時間が経ったらトマトが収穫できるのね。なるほどね。押してくるじゃん。やっぱ足りない素材がありますね。あれトマトなのかな、あの右のサラダみたいなやつ。すげえ高えこれ。死んでも一回生き返るやつね。生存のスキルツリー以外もなんかありそうだね。さてと、左側のちょっとステージに入ってみようか。試しに入手できる素材とか違うのかな。あ、なるほど、ちゃんと通れないようになってるのか。ああ、そういうことね。なるほど。じゃあこんなところでいいですかね。だいたいプレイ的にも把握できたので、今回ここら辺でプレイを終了したいかと思います。いやー、ほっといたらもっと全然やっちゃうんだけど、こういうことじゃないの。あ、できたできた。トマトの収穫。よし、収穫した。なるほど、まあ事前にやっとけよっていうね。種はどこででも購入できるんだろう。種がないんですよね。もうちょっとだけやってみましょうか。テーブル。まあ、いろいろ建築して作れるようになってねと。あんまぎゅうぎゅう詰めにしない方がいいな。ああ、最大 HP が増加。一時的にってことでしょ。そうだね。食事効果。ただ、一度に一つずつしかっていうことね。なるほどね。面白いですね。種とかは後でどうやって入手するんだろう。結構スペースあるな。いろいろと建築できるようになりそうだね。さて、ゲームがどんな感じなのかが分かったので、ここら辺でプレイ終了したいかと思います。ほっとくとこのままダンジョン攻略までやっちゃいそうなので、1時間以上かかりそう。面白いですね、やっぱりやってて。すごい、ステージの作りもいい感じなんですよね。だいたいローグライクな、ランダム生成されるタイプのメトロイドバニア系のダンジョンって微妙な作りのものが多いんですが、かなりいい感じかな。もちろん固定系のダンジョンの作品と比べるとまた別なんですが、かなり作りがいいかなっていう風に感じます。で、今後の気になった点とかっていうと、やっぱりボタンの配置が初期時点だとちょっと気になる配置になっている点と、これとかですね、帽子から出るこれとか、これとかがちょっと気になった点であるのと、通常攻撃の範囲が結構狭いので、敵に当たり判定があるんですね、体に。そこが気になったぐらいかな、現時点だと。で、敵の被弾というか攻撃力が高めに設定されているけど、バランスはいいんじゃないかな。遠距離攻撃がこちらもかなり強いんですよ。なので、敵が強くて理不尽っていうよりは、ゲームのタイプ的に基本は遠距離攻撃やって、近距離攻撃はちょっとリスクがあるタイプですよ。っていう感じだと思うんですね、ゲームの作り的には。かなり作りがいいんじゃないかなというふうには感じられました。で、拡張性も非常に高くて、このスキルツリーとか建築をするとスキルツリーが新たに出てきているじゃないですか。生存とか闘争のスキルツリー。これ面白いなと思ったのが、後で新しい何か要素を追加するときに別の建築物を追加して、それでさらに追加のスキルツリーが出ますよっていう風に調整が非常に簡単にできる。ゲームのタイプ的に。そこら辺はちょっと面白かったですね。で、この建築のブロック作ったんだけど、これ多分遊ぶためのものかなってちょっと思ったんですよ。その開発元自体が建築系、クラフト系の作品を制作しているので、クラフトってやるのって、こう、面白いじゃないですか。自分の好きなように、うちみたいな建物とかみたいなのを建てるのって面白いじゃないですか。で、ただ、こういうゲームの建築って、基本的にはこういうショップとか以外作んないんですよ、基本的には。ただ、こういうブロックとかがあれば、遊びたい人はブロック使って建築で遊ぶんじゃないかな。なので、あっていい要素だと思いますね。で、グラフィック面とかも今作すごいよくできているので、そこら辺も個人的にポイント高かったですね。柔らかい感じのテイストになってますよね。あとは先ほどのワープできない時とかに主人公が行っていたイヤイヤをするみたいなモーションとかの作りもすごく良かった。今後にすごい期待ができる作品ですね。アクションはね、敵の体を乗っ取れる以外は、操作なデッドセルズとかのガッチガチのアクション系の作品と比べるとシンプルになってる。シンプルだけど、魔法とかで結構攻撃できるタイプが変わっちゃうから面白いですね、そこ。魔法2つプラスツールをステージ内に持っていけるみたいなので、そこも面白いですね。魔法がそのままサブウェポン扱いなのかと思ったら、ツールっていう別枠もあるみたいだから面白いですね。ツールは作り方によっては、ちょっと変わった攻撃とかもできそうで面白そうですね。そちらの点でも。と、こんな感じです。現在はやった感じ、すごい私が好みなタイプのアクションになりそうですね。難易度もほどほどそこそこある感じで非常に楽しめております。一応、今回のこのバージョンではできませんが、できる、ゲーム内でできるわ。イージーとかハードにも変更可能なので、難しいなって思って、ゲーム進めたいっていう時はイージーにするっていうのも手だよね。こちらのデモ版だとできないかと思ったので、あれだったんですが、それにできるみたいですね。こちらも気になった方は調整できるし、絵柄で気になったからプレイしたいっていう人はね、イージーモードでプレイすればいいし。非常に楽しめる作品になってるんじゃないかなと思います。気になった方はぜひチェックしてみてください。ということで今作デモ版のプレイをここら辺でプレイ終了したいかと思います。デモ版は好評公開中ですので、気になった方はぜひプレイしてみてください。それではここら辺でプレイ終了したいと思います。皆様ご視聴ありがとうございました。コメントや感想、チャンネル登録などお待ちしております。動画下記の概要欄の方に今作のストアページや私の X へのリンクなど貼ってあるので、気軽にフォロー&チェックください。もしよければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。本作以外にもメトロイドバニア系やローグライク系の近日発売予定の作品の情報をまとめた動画などもうちのチャンネルで公開しておりますので、ぜひチェックしてみてください。それではまた次の作品でお会いしましょう。ホビドワでした。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。